チャッタちゃんゴンバチャンネルです。今日はですね、またまたね、排出をしていたら、まあ、こんだけしかないんですよ。こっちに至っては3枚 ?4 枚まあ、こんな感じで、いい、これの続きが、極ゼノですよね。さあ、カード買うでいきましょう。はい、この右側が出てきたら極ゼノ、次がなんだっけ、それは何か、あ、キャンペーンのベジータか。そうだね。反対ですね。こっちもセリア取った。トランクス青年期。はい。1000円ぐらいで極ゼノが当たったらいいね。あ、全然です。反対だね。反対が多くなったきた。逆に落ちましたよ。あ、また反対だ。ま、反対。すげえ偏ってる。全然見えてないよ。あ、ご飯で。待って。そっちの後はね。何もなかったんだっけ？そう。あ、こっち、こっちにね、何回か、十何回かやるとね、うん、魔人グレイビーが出てくる。あ、そうなんだ。またグレイビー？まだ出てこない。全然じゃん。マジか。出ないよ。最後の1枚。こっち。あ、来た、ベジータキャンペーン。はい、ベジータキャンペーン。出ましたね。はい、人造人間14号来たで、レアが来て、コモが来て、極ゼノ、次、人造人間17号レアが来ます。あ、反対だ。転職。はい、人造人間17号。あ、また反対だ。はい、コナン、また反対だ。あ、フリーザ、フリーザだね。今の配列がマシングレービーなんだ。そう、また逆じゃん、ま、おいおいおい、逆だらけ、逆マス、すごい偏りだね。お願い、こっちでも。17号で、次コモンが来て、で、ゴッコゴで、ピッコロが来るの、コモンの。じゃあ、一撃で来い。あ、じゃあ、来た、ピッコロさん。あれあれ、違うね。なんかあいつも別に、うん、いや、なんそうすると、ゴクゼノが次、UR 来ますよ。こっち、何回逆、何回セルです。見えてます。あとの何回、さあ、右が来い。来たんじゃない？来たー。はい、極ゼノです。予定通りですね。なんか最後の1枚だけ変わってる。そうだね、ピッコロがベジータに変わってましたね。12枚目ぐらい。こんな感じです。はい。この企画行きだね。はい、じゃあ終わりましょう。バイバイ。